事だな。人間ともあろうものが猫ごときのためにこうして拍子には打ってよ。これもお役目だ。文句言うね。あっちでも猫が赤子を引っかいた。こっちでも娘っ子に飛びついた。猫はいいな。バカ。猫は何でも食べられるし、人間はそうはいかねえやな。あ、この明かりは田沼様のお屋敷だろ。おう、そうだな。田沼様じゃしょっちゅう夜通し寄り合いがあるそうじゃねえか。そんなこと聞くな。それでと心当たりは猫も出られねえぜ。そうだな。おお、出かけようか。出かけよう。おまじさん、まだ店をやってたの？もうしまいなさいよ。嫌だね、おまじさん。またそんなものいじりまして。何が嫌だ？亭主が商売に熱心なのが、そんなに不足なのか？そんな料件ならすぐ出てくる。え、バカバカしい。また始まったよ。欲ぼけにも程があるよ。商売に欲がなくて人間どうなるんだ？この世の中はな、何でもかんでも、儲けなきゃ生きちゃいかれないよ。だってお前さん、いくら儲かるからって、そんなお化けの五番なんぞ。この五番の どこにお化けがいるんだ。女房のくせに亭主の商売物にケチつけるのか。何がケチか。この五番はね、妙輪寺へ奉納された岩付きの門に間違いないんだよ。お前の言うことはわからないよ。黙って聞きなよ。私はね、小さい時あのお寺預けられていて、和尚さんからこの五番の話を聞いていたのさ。何でもご争いがもとで人がこの上で切られて死んだんだとさ。模様も確かに同じだよ。ねえお前さん、早くどっか売っちゃいなさいよ。何言ってるんだ。おととい買って一晩経ったって何ともねえじゃねえか。でも言われを聞いたら恐ろしいでしょうがな。恐ろしいどころか面白いや。なぜご覧な。だから早くどっか売っちゃいなさいよ。誰が売るもんかい。お前さんみたいな臆病者がこんな五番持ってたら今に被害者に遭うよ。バカもや休み休み。いえ、こんなバカ確かなった、本当に。じゃあ勝手にしな。バカ力の噂を傷さえ震え上がるお前さんが、よくもそんな大きなことが言えたもんだ。今夜あたりはいいね、ドルドルって出るから。私はね、お前さんがこれ売らなきゃ私が出てくよ。それも今夜中にですよ。お金だって十分狙えなかったんだからね。売ってくださいよ、早く。やかましい、このまま。何がドルドルで化け物か。ドロドロか。品物じゃございませんよ。ええ、石もなかなかいいよ。ああ素晴らしいでしょ。いくらだ。お値段となりますとちょっと申し上げかねるんですが、ね、女房が申しますには、これはもう外へ出さずに家宝にしてしまっておきたいってこう申しますね。家宝では仕方がないな。え、家宝では仕方がないと言ってるんだよ。何ですか、あんた親方、売りますよ、売りますよ。お前さん、なんとか早く売らないよ。もう、塗料だ。カゴだって何だって、うちがやるよ。え、どうぞ、持ってってください。売るのか。え、いくらか。これです。え、何言ってんだよ、お前さん。また欲ばかりもほどばかりかよ、お前さんは。女に品物のことなんか分かってねえんだ。どうってないんですに。この五番は事務料じゃ安い。え、もらおう。明日取りに来るから。
親方、今夜持ってってくださいよ。ねえ親方。いや、俺には持てないよ。実はね、他に買い手がついてるんですわ、20両で。それが今晩、取りに来られたんで困るんです。どうぞ、持ってってないよ。ねえ、じゃあ、これだけもらっていこう。親方、これも一緒に持ってってくださいよ。この5万も持ってってないよ。おかしい。おかしい。何もおかしくございませんよ。この5番に化け物がってる、そんなバカなバカ、化け物は猫ですよ。そうですよ。今夜持ってってないよ。一流引いておきますよ、一流よ。お願いします。親方、あそこの女房としたら全くひでえやつですぜ。私に5番を承知しておいて、この5番の因縁話をして、お前さん、気をつけなよって言うなんですよ。一つ始めようか。勘弁してくださいよ。私はもう、いわくつきはもう大嫌いなんですから。座れよ。そんなことやね、今晩だけは勘弁して。何言ったら。え、そうですか。一番だけですよ。二人用ですけど、一番だけですよ。四目でしたね。四目でしたね。出たか。嫌なことを言わないって。本当に出たか。あ、一応だ。お前が袖で払ったんだ。取ってみろ。あ、ない、ない。見ろ、そこにあるじゃねえか。あ、死だ、死だ、死だ。バカ野郎、気はこれだ。どうしよう。なんだ、やたてかい。どうしよう。出た。おい、化け物はこれだ。化け猫だ。いい5番だろう。昼間だけですよ。夕べはおかげさまでうなされてひでえように会いました。愚痴がないからだ。ねえ親方、この5番どっかやってくださいな。金兵衛おるか。おこれは、おはようございます。なまだ家におったか。ああ、これから小森様へお伺いするところでございます。おお、家老の小森へか。はっ。いかに家老が大事でも、ご城内の普請場も見回らぬ前に小森へ小祭りに出かけるのはちょっと尋常が違うんか。ご金馬はただいま伺ったばかりです。それならそれでなぜ言わん。小森へ行く前にわしの屋敷へ参る、ちょっと用事が。ご用命ならただいま伺います。相変わらず強情な男。おお、いい五番があるな。これはお前には不似合いな。もったいない。猫に小判というやつだ。猫といえばこの頃御城下で化け猫の噂がしきりでございますが、悪い噂が立ったもんでございますな。化け猫の噂などで騒ぐのは御城下の命令にかかる。それというのも、ご政道にどこか緩みがあるからだ。お前のごひいきの小森殿など一向ご政道がわからんからこういうことになる。田沼様、お言葉が過ぎやしませんか。うん。まあいいわ。とにかくこの5番はわしが所望する。嫌です。ただとは言わんぞ。勝手取らす。お断りします。どうぞ。じゃこれは化け猫と同じ類だそうです。何、因縁5番ですよ。かまわんかまわん、化け物結構、なおさら所望。面白い。かまわんのは私の方です。こればかりはお断りします。くどいな。わしが所望するのだぞ。ダメです。あなたがお持ちになるとたたりますよ。くれも世の中にたたりなどというものがあるか。たたりは在業の深いものか無知なものにつきまといます。どうも貴様というやつは、ああ言えばこういう貴様のような男を強情者というのじゃ。よし、献上しろ。殿様、ありがとうございます。献上いたします。
これは見事な五番だな、神田夫。お気に入りまして、神田夫め満足にござります。いずれ後で褒美は取らせる。恐れ入ります。それにしても神田夫、相手がなくては面白くない。余裕にございまするの。聞けば、世の中を捨てたという竜蔵寺家の当主又七郎はよく打つそうじゃの。はい、さよう。ご家中に相手になるものがないとの噂にございます。又七郎を呼んで相手を申しつける。ああ、早速拙者めがお連れ申すでございます。又七郎は病弱なそうな、いたわってやるがよい。ああ、また妙なものを持ち込んできよったぞ。田沼の親父と来たらろくなことをやらんよ。うん。山下。はい。殿がお呼びになっておられる。ご のお相手を申し上げます。ご家老、私は全国から頭痛がいたしておりまして。頭痛か、はい、頭痛では致し方がないな。長島は、お前お相手を申し上げます。せっかくでございますが、全国より耳鳴りがいたしおりまして。耳鳴り？殿のお相手は戦場と同じだぞ。よいか、あの五番はな、天下の珍品じゃ。ヘボゴは盤面を痛めていかん。石は軽く置けよ。体中がどうも。誰かお相手をする者はおらんかな。この左平次がお相手つかまつります。左平次か。お前はいかん。なぜいけません。理由を伺います。それがいかんのだ。無気になる。万一殿をお任せです。山下、やっぱりお前が行け。なんという顔をいたすんだ。行け、行けるか。又七郎様、もうご仕官はなされませんの。侍は気が向きません。竜蔵寺の家は父の代で滅びたのです。私は自分の好きな道を歩きたいと思います。でもこのまま漏れておしまいになるのはもったいないと思います。そんなことはない。ただ江戸へ出て碁の修行したいと思います。江戸へ？江戸でなければいけませんの。かといって御城下にはいい師匠はおりませんし。かなわぬ願いとは思っております。お父さん、いつもそれを言うなとおっしゃってくださいますが、どう考えても。またしても。又七郎様、お体の弱いせいもありましょうが、あなた様は。お父さん、私がどうしましたか。お気におかけにならなければ。無論君など、何かご自分で鍵を引いてらっしゃる。私の鍵が。もっと晴れ晴れしくなってくださいませ。私の鍵が竜蔵寺家の血統です。今さらどうにもなりません。いけません。そう考えになることがいけませんわ。お帰りがあんまり遅いんで
黒がお迎えに上がりましたが。お前がそう言ったのか。はい。いつもの木の上で待っている。お父さんが待ってましたよ。そうですか。お前はお針の稽古だってどこしてるんだ。あら、お師匠さんのとこよ。嘘つけ。用があって俺訪ねて行ったらお昼過ぎに帰ったって言ったわ。おっかさんのお墓参り。お墓参りか。だってずいぶん行かないでしょ。お父っつぁんなんてずいぶん行かないじゃないの。結構なお墓参りだな。ちょっとおかみさん。あ、やりこっちゃん、あの黒助さんいないかね。いませんよ。え、ずいぶんご機嫌悪いね。どうしたんだい。喧嘩でもしたのかね。なんだっていいじゃないの。なんだっていいじゃないって、あの5番だろ。おい、返してくれ。俺金子さんだから。はは、分かった。やっぱり私の思った通りだね。妙林寺から持ってきたんだろう。出たか。知りませんよ。知りませんよって言って困るんだよ。あれがないとね、お寺こういうもんなんだよ。ないったらないんだよ、あんなものは。ないったってそれじゃ困るじゃないか。あのね、与之助、これはなんだ。これは出せ。はい。まぐれ戦場と心得ますけ。鎖片びらではないか。恐れ入ります。ならば余が敵というのか。はい。敵か。はい。この上では。もとはいえ、盤面に向かうときには確かに敵というのか。はい。やむを得ません。この上では。どうした。おお、いかがいたした。いかがいたした。どんなもんじゃ。おお、いただいたのか。お、これをいただくまでには脇の下はズックズック。そうか。おい、会社に。おい、これのおかげだ。うん、殿のご機嫌はいかがじゃ。おお、まっすぐだ。そうか。ではわしは参ろう。だから思うて、今度は俺の番だ。いやいや、わしは行く。いやいや、俺が行く。確かに負けてござりゃ。心得もの、菊之進。そなたも盤面に向かうときには戦場に臨むと言いながら、わざと負けるとは何事だ。恐れ入ります。殿、ご病中のことなれば。相手が病気中ならば、そなたはわざと首を渡すか。その、いや、その、詐欺者。は、殿。ああ、小森か。ご病中の殿にはしばらくごおやめくださいますように。世にごをやめようというが、それよりもそちの病気はどうじゃ。ありがたきお言葉、おかげをもちまして。殿、ごはお体のためにもお家のためにも、これはよろしくございません。ごがなぜいけないのだ。成人はごを楽しむというが。それはごの中に立派な人格の現れるのを申したのでございます。殿の場合、お体に毒、何とぞこの岩固く。待て、わしの方はいけないというが、それなら聞くが小森、家老として一般の政治向き取り締まりはうまくいっているのか。と申しますと。城下には化け猫が出没して人心は恐々としているというが。何者がさような馬鹿げた噂をいたしましたか。内々取り締まってはおりまするが、これは何かためにする不定の輩の仕業と存じます。寛大はひどく心配しておるぞ。寛大、田沼がさようなことをお耳に入れました。田沼と、ご丁寧なお使いでございますよ。婆や。はい。そちの申すことは一応もっともなことながら、私にはお城勤めなどできそうもない。さようでもございましょうが、
お家ご再興のことを考えてくださいまし。乳母がこうしてあなた様とご一緒におりますのも、一度はお立派なお姿を見たいばっかりでございますよ。私は嫌だ。まあ、しっかりなさいませ若様。ひいては江戸へ出るためにも何かとお役に立つこの度のお召し、お気に染まないこともございましょうがね。それほどまでに進めてくれるのか。はい、お家ご再興のことを考えてくださいまし。ではお前の意見に従って日を改めて伺うことにしよう。まあ若様。頼むぞ、しばらく。田沼殿には何故ご病中の殿に化け猫のごとき噂をお耳に入れました。これは異なることを受けたまわ。噂などと軽々しく言い捨てにはならぬことでありましょう。その証拠には市中にはますます広がりつつあるではありませんか。それはとにかく、ご貴殿は殿の体に触るようなことばかり進めていられるように思われるが。なんと。それは御のことでござるか。いや、御に限ったわけではない。ご貴殿は近頃のお計らいは見せかねることばかり存じますぞ。ご無礼でござろう。なあ小森殿、まずご自身の病を治されるのが第一だ。少し出資を控えられるのが殿のおためだと思う。それは本心から言われるのか。いかにも。殿は貴殿を嫌っておられる。おば様にみんな伺いました。お祝い申し上げます。あなたも喜んでくださるのか。こんな嬉しいことございません。では。本当に来たのかよ。寝たまでないもん。亭主は気が違ったわ。気が違って二日も帰ってこないわよ。で、どこ行ったんだよ。知るもんか。おい、いくら飲みたってそうガミガミ飲むなよ。何言ってるんだよ黒子。後で話があるよ。んよし、それじゃあほらまだ枯れた分まで飲んじまうから。うん、てんな。さあいいから飲みよ。お、すごいね久美ちゃん、もっとたくさん持っといで。はい。お待ち遠さま。よーやっぱりいい女はいい男のそばへ来るな。いやだわ。じゃあ私は何だい。ん、おかみさんかい。そう、黒助と惚れ合ってるようじゃね、器量も黒助並みか。こら、そうだ。なんだこんな男。え、うん、おお、あら、いらっしゃい。あ、おみんな昼間から飲んだから。どうも。ぼつぼつ部屋帰る時刻だぞ。え、帰れ帰れ。帰らんか。あ、帰って帰って。はい、帰れ。うん。え、あ、あ、帰って帰って。え、帰れ。うん。今夜も遅いの？どうせ化け猫探しだからな。早く帰ってきてね。はい、うん、よ。もし、どうしたんだ。後から来て一番飲んだな頭だぜ。いや、その代わりな、化け猫がこのわしが退治してみせる。どうだか。化け猫、化け猫って、もういい加減化け猫探しなんかやめてほしいよ。もう。待て、うるせえ。黙ってるのはお前じゃないかよ。わしか、話ってなんだよ。え、遠慮すんなよ。もう少し来い。猫、ね、猫わしは大嫌いなんだ。うん、こんな可愛いもの
ついでに私のことも嫌いになっておくれよ。もうそっち連れてって。もうねえ、シロちゃん。気になる。何言ってるんだ。お前さんの方よっぽど気味悪いよ。今宵は殿にもことのほかのご機嫌にて何よりと存じまする。これほどのおもてなしに預かり、又七郎厚恒礼申し上げます。又七郎、ところのものは何じゃ。お見逃しを願います。おお、猫か。殿、この御番はお家伝来にてありまするか。さすがに又七郎は目が利くの。見事であろう。これは最近この神太夫が探してまいった一品じゃ。紛れもなき龍造寺家没落の因をなせし者、その友との争いごとなりし、渡れ京寺の男、司教、司教とは何を言ってんじゃ。やめるか。黙れ。悪くなったか。いや、別に。お相手つかまつる。ただ気が散るといけませぬゆえお人払いを。恐ろしく真剣じゃの。よし、下がれ。はは、下がれ。さあみんな下がれ、下がれ。どっちが白か。いかにも。何によってしろと決めたか。初手合わせではないか。力量でございます。力量。五年には及びません。初手合わせと申しているではないか。又七郎の力量はそのより上だ。又七郎、無礼であろう。石を逃げ、逃げるな。
卑怯でござろう。何が卑怯だ。卑怯でござろう。ただの卑怯だ。ブリモロ、何がこれだ。それ何、ブリモロ、が良きに計らいますれば決してご心配なきよ。ただ小森殿だけには絶対来ない密に、さもなき時は一大事となりますぞ。殿、お分かりでござりますな。お分かりですな。待て、どういう殿の今今宵の出来事は仕方ない密に。の出来事はしかと内密に、ことに小森殿には一問たりと申すことなら。小森殿は、はい、ご病気で出仕いたされません。何病。鍋島家不沈の時に天の助けだ。よいな。なんだ。金兵衛、今塗っているあの壁は塗り替えろ。それからな、この土は使ってはならんぞ。田沼様。何じゃ。何ですか。この土を使ってはいかんと言っとるのじゃ。これは田沼様との言葉とも思えませんね。この土がどこが悪い。この土は芳しくはないではないか。私が今までやった仕事でこんなことをおっしゃられるのは初めてですよ。金兵衛、まあそう向きにな。いや、向きにもなりますよ。強情な男だ。親方、変徳な話しますね。いずれお越しで。ああ、かまわんかまわん。あそこもそう。ここ以来一体全部塗り替えました。ではどこが悪い。これは困った。田沼様、待った困ったじゃ分からないんじゃありませんか。悪いところをおっしゃってください。分かった分かった。あなたにはお分かりになっても私には分からないんです。あなた様のご心配お察し申し上げます。でもそのためにあなた様はお悪くなっては。いつもお見舞いありがとうございます。また七郎様さえ帰ってこられましたら私も心配ないんでございますが、今日もご家中の方に伺ったんですけど、また七郎様ご登場のことさえご存じない方ばかりで、幸い昨年より私に話のあるご城中の女中奉公
又七郎様のご消息の知れることでしたら、私もお城に上がる決心です。まあ、あなたがお城へお勤めに。それほどまでに又七郎様を。又七郎様さえご無事だったら。あ、こうだ。まあ、どこへ行ってたんでしょう。どこから帰ってきたんでしょう。首輪も取れてば。お守りをやって半左衛門の生きていただいた目の上の小武だ。おい、今度五条家の化け猫の噂をもっと大げさにやれ。金はいくらでもだ。随分やらせているんですがなあ、深沢。もっと悪どいことをやるんじゃよ。何でもかんでも化け猫のせいにな。泥棒でも構わん。覆面を刺して女の子に飛びつかせるんじゃ。しかし何のために噂をするのか、その理由がわからんが。小森のお役が御免になるではないか。それだけですか。うん、こんな鈍い奴らじゃな。お前たちはなんでわしの屋敷に出入りしとるんじゃ。あ、これをかむってどうしようって。夜になったら松潤を暴れ回るんだ。うん、分かった。これ尻尾ですか。これ、あ、尻尾だ。大きな尻尾ですね。田沼さんは本当にそうおっしゃったんですか。ああ、おっしゃったんだよ。で、聞いてみますよ。ああ、聞いてこい、聞いてこい。これを、あの、夜になったらずーっと、バカでくだーっと。大きな声を出せるか。いや、よく似合うぞ。これ、大きい。何が、よく似合う。そういうわけで、町の盛りは、湯や、神井床などで、化け猫の噂をする者があれば、容赦なく連れてまいる。なおまた、この中間の中には、博打、酒などで身を持ち崩しているものがあると聞いておる。矢賀氏、はい。多様なものがあれば、容赦なく処分せ。はい。なお、この後とも、町の見回りは厳重で、お怠りのないように、よろしいか。中元殺すには刃物はいらねえ。何か言ったようじゃない。いえ、何も。あ、確かに申しました。中元殺すには刃物はいらぬと。中元を殺すに刃物はいらんとは、それは何のこっちゃ。とんでもない。誰もそのようなことは申しません。おかしくて化け猫なんか探せるかってんだ。八頭、あの者は何じゃ。あ、三平と申しますんで、昨夜博打では捕らえたのではございません。化け猫にすっかり剥がれまして。はい。化け猫などはおかしくて探せんと言ったようじゃの。は、普段がまことにいいやつなんですけれど、酒を飲みますとつい、その心にもないことを申しますんで。はい。何、組頭、俺は酔ってるから本当のこと言うんだ。化け猫より怖いものは当節のお役人様だ。こら、ご城内にうろうろしてら。おい、三平、貴様何ということを言うんじゃ。何、中元殺すには刃物はいらねえ。おめえ近頃ご城内に幽霊が出るってじゃねえか。これ化け猫だの幽霊だの、こいつをいちいち追っかけていた日には人間命いくつあったって足りやしねえ。え、そうだろう。おめえ、ご家老様どこ行って聞いてこいよ。矢頭、は、あの者を裏庭に連れてまいれ。は、三平、おい、何ということを言うんだ。お手打ちだぞ。いいんだよ。クソくらいだ。ご家老だなんて大きな面しやがって、なんでなんで。第一、殿様の近頃の仕打ちはどうなんだ。俺たちの耳までちゃんと減ってるんだ。自分一人のわがままから苦しむのは誰だと思うんだ。え、
俺たち仲間だよ。町人だぜ、百姓だぜ。俺を怒鳴る目にご家老が殿様に一言文句を言ったらどうで。え、だから田沼の化け物みたいなじじいが悪いことを企むんだよ。どうだ、分かったのか。何度分からなそうな面してやがら。分かったのか、はっきりしろい。え、そのご看護の役に音よなる者をただいま錦木に申し付けます。うん、今日は珍しく気持ちがいい。何より、豊という女子はどこにおりますか。私でございますか。殿のお召しで。見かけの女子だな。何と申す。豊と申します。豊、豊か。直輔、お前も娘の寿司屋で嬉しいじゃろう。昨日のお豊は今日お豊の方だ。いや、こう測ってやったのも田沼様の才覚とはいえ、皆拙者のおかげだぞよ。お冷や様になったお豊の美しさ、お前にも見せてやりたいようなものじゃ。どうしたんだ。穴守様、娘を返していただかれないでしょうか。何を言うか、直輔。気に怒ったのか。また七郎様、そんなこと申すではない。若様はどうなさいました。お城へ上がってあれっきりお戻りになりません。あなた様のお宅へ上がりましてもいつでもお留守ばっかりでございます。あなた様、正七郎様の居所をどうぞ教えてあげてください。知らんって言ったら知らんのだ。何をなさいました。騒々しいな。化け猫の噂にでも怯えておるのか。お女中がどうにも夜分怖がりまして。どうしてじゃ。この壁を塗り替えましてからはそんなバカなことがあるか。どれどれ。何でもないではないか。何を、ご家老様、今日なされました。この坊主頭の過激は。あいつ、クソじじい。お前、入っていい。出してみて。ちょっと、ちょっと、ちょっと。間違いもなく、竜造寺様だな。穴を掘るまで一時、あの辻舟の中へ
死骸を入れといたんだ。それであの土じゃ使っちゃいけねえってそう言ったんですね。そなたのような女子が本当に幸せというものです。すっかり殿様のお気に入りになり。顔色が悪いがどうかしたか。いいえ、そなたも猫が好きか。あの猫はよくこの辺りに遊びに来るが、この頃多くでも化け猫の噂などもあるので、実は猫について。おつぼね様、ご看護の時刻でございます。下がれ、おとよ殿。下がれ、下がれ。殿は猫がお嫌いじゃ。万一殿のお戯れが過ぎたらよいか、猫の話をするがよい。内密じゃよ。あの後ろを歩くものは何じゃ。玄関先から動きません。ダメか。おい深澤、なんとか追い返してくれ。はい。若様の何かをお教えくださるまで私はここにおります。それは無理というものじゃ。また七郎殿は確かに帰られた。それならばどこへ。それまでわしが知っておるはずはないじゃないか。田沼様、どうしてもお教え願えないのでしたら、私は小森様のところへ参ります。何じゃと。小森様はご人格の立派な方です。この度のことを申し上げたら、決して捨ててはお気になりません。たまげたことを申すな。龍蔵寺家も、元を正せば、鍋島家と同格のはずです。この私めにしましても、龍蔵寺家の家老の娘でございます。それがどうしたというのだ。多少は、田沼様のご陰謀ぐらい、想像がつきます。無礼を申すと容赦はせんぞ。化け猫の噂なども、元を正せば。無礼者。あなた様に伺おうと思ってたんですが、うん、あのまた七郎様はどうなすったんでございましょう。さあどうなされたか。気まぐれなお人で江戸の方へでも行かれたかも。江戸の方へ。さしかとは分かりませんが、あのお縫い様にも随分お会いしませんが、どうなすったんでございましょう。お縫い殿は達者でピンピンしておられる。もうまた七郎殿のことなどはケロリと忘れてな。いやもう気のいいお人で。私なら何よりです。実は昨夜お縫い様が私のところへ見えまして。何？お縫い殿が。
あなたに何かことづけてくれとこうおっしゃった夢を見ましたので。夢ですか。夢は五臓六腑の疲れと。知らんもなしは、それほど聞きたくば直々殿に向かえ。謝られちゃね、怒るにも怒られやしない。久美ちゃん、
本当にお前さん幸せもんだよ。いい男だね、本当に。ほら、ほら、おさんまー、しろちゃん、まあ、お前飲まなかったんだね、まあ。寝てるじゃねえか。まあ、お前さん、本当は猫好きなんだね。猫はね、好きな人のそばじゃなきゃいかないんだよ。まあ、久美ちゃん、お前さん、本当に幸せもんだね。まあ、しろちゃん、あら、言ったんで。おー、よしよしよし、まあ、もう、その、よ。もう、取れしねえよ。お前さんじゃないよ。他の連中が危ないんだよ。さあ、猫ちゃんのお通りだよ。おとき。いや、もう取れはしないよ。おかみ、置けよ、お前。大丈夫か？大丈夫だよ。猫を助けてくれた俺にね。じゃあ、一杯おごるよ、うん。気をつけておくれ。あ、いい猫だよ。頭、五条家に猫は何匹ぐらいいるだろうね。さあ、300はいるだろうな。いや、500匹はいるだろう。千匹いるかもしれんて。千匹で千両か。おくみ、おめえ何が欲しい？嫌なこった。猫を売ったお金で買ってもらうなんてお断りよ。おい、そうた、今夜五条家の猫をみんな取っちまう。本当か？うん、俺は考えたんだ。猫にマタタビと言うだろ。俺は薬屋からマタタビを買ってきたんだ。こいつを持って仲間の者が五条家を歩くんだ。猫はいつでも出てくる。そいつをひとっところを集めて千匹いっぺんに取っちまうんだ。進めた。千両か。うん。お、俺も一口乗せてくれ。よし、乗せてやろう。何をバカなこと言ってるんだよ、お前さんたちは。あ、もう閉めていないよ。いや、どうだったの？心配することはないよ、大丈夫だよ。何をしてるんだよ、本当に。油断も隙もあるしない。一両なんだよ。何が一両だよ。お前さん自分で自分を売ったりじゃないか。いやなんだって？また旅で猫が千匹で千両だって？そんな夜迷い事本気で言ってるのかい？もう当たりねえよ。一体何をどうしようってんだよ、お前さんたちは。バカも休み休みするがいいや。ちょっと奥美ちゃん、これ向こう持ってっておいで。こらさっぺ。こらだって？よせやえ。恋人の奥美ちゃんが泣くよ。行きつけ。今度俺を呼び捨てか。げんこ。そうたもよくお引きよ。わからずやのグズ。殿様がバカなのをいい幸いにして、お前さんたちはもっと世の中を乱そうというのかい？こんな時こそお前さんたちがしっかりしたらどうなんだい？しっかりしろって？そうだよ。なんで、あんまりバカバカしいやな。本当いや、化け猫化け猫って、何のために猫を取るのか、俺にはさっぱりわからねえ。化け猫化け猫と言ってるうちに、昼間から化け人間がのさばり出したら一体どうするんだい？化け人間はもうそこらへんのさばってるよ。今さら手遅れだよ。よくよくバカだね、お前さんは。出ておいで。お前も出ておいでよ。ああ、来たよ、来たよ、頭。どっちが来たんだよ。おかみさんが化けたら、古猫、古だぬきってのあるがな。三平、お前が助かったのは誰だか知ってるか？ご家老様だ。いいかい？あんな立派な小森様も、グズグズしてたらしまいにバカ猫に食われてしまうんだよ。おいおい、急に強がりやがってどうしたんだ。え、本当にお前どうかしているよ。棟梁の金兵衛さんがそう言ったんだよ。このままだとね、小森様が本当にバカ猫に食われるのは間違いないってさ。お鹿の言うことなら当てにもならんが、棟梁の言うことじゃな。何？ご家老様がやられて棟梁は本当に言ったのか？そう言ったわよ。そいつは大変だ。おい、頭、田沼。田沼様は、殿様が竜造寺又四郎様を手打ちにされてから、急に猫を恐れ出したのを幸いに、お豊さんを殿様の目掛けにして、殿様のご病気を重くしようとしているのに間違いありません。金兵衛。はい。それは少し、言葉が過ぎやしないか。何か証拠があってそれだけの大事を言い切るのか。実はこの飲料です。これは土船の中から出ました。龍造寺様のものに間違いありません。その付近の石垣の下から龍造寺様の死骸が出ました。で、田沼が
関係しているという証拠はあるのか。あります。龍造寺様が後ろへ上がられた次の日に田沼様は私に壁付きの使用を禁じました。殿、ただいま三平総太一助ら数名が御家老様に至急お目通り願いたいと申して、どうしても動きませぬ。よし、またしておけ。はい。それから野中出資するぞ。は、出資するからそのつもりで。はい。おのれ、またしろ、猫に変身してよう、このわしを取る時だ。では、又七郎様を殺したのは殿様。お豊か、お豊だったのか。のお見舞いに。お今にはどなたも入れません。今日は固く禁じられてあります。他の者とは違います。お家様といえどもご同様、ご援助を願います。それはご家老様のご一存でございましょう。ただいま殿からのお迎えでございました。お待ちください。の控室に入った。内談をよく聞き取ってわしの屋敷へ来い。ご心中は重々お察しいたしますが、しばらくお身柄を
拙者にお任せ願いたい。何とおされます。又七郎殿の件、その他のこともよく存じてのお願いだ。今宵は拙宅へお下がり願いたい。さもなくは鍋島藩の一大事になるやもしれません。折り入ってお願いいたす。ご家老様、なぜに又七郎様は殺されねばならなかったんでしょう。教えてください。その理由は私にも分かりません。私は殿様を恨みます。殿はわがままではあるが、理由なくして人を殺める方でないことは信じていただきたい。これは私が必ず問いただします。ご家老様、下がっておれ。いや、ご家老様、その理由は私が目撃して知っております。あなたが知らせてください。知らせてくださいませ。龍造寺様おいでの説は殿も大変お喜びになり、いろいろおもてなしをされ、お食事も共にされました。龍造寺様は非常に喜ばれておりました。ところが囲碁を始めるとき、田沼様が献上された碁盤を龍造寺様がご覧になられた刹那、龍造寺様は、殿、この碁盤はお家に代々伝わるものです。ご加盟でございました。その碁盤はことによると、あのお寺に奉納したという龍造寺家の。苦しみなどとは見苦しゅうございますぞ。お豊を呼べ。呼んでどうなさります。成敗してくれ。あいつは妖怪だ。何ですか。そう、長期目指すんだか。何をするか。どけ。島藩何万人の下々のことを考えていられますか。殿、今にしてご改心なくば、鍋島藩の大半は殿から離れますぞ。殿、この際とくとお考えを。殿、
こもり最後のお願いにございます。お前と古島、川崎、花山、それ以外は殿の部屋の出入を禁ず。三人様、昨日お役目御免になりました。それはどなたのお指図だ。殿直々か。田沼様のお指図であります。よし、一刻も猶予なら隣の者を控えの前に集め。待て。ご家老の貨物精査し、無礼を顧みず、内密にお話申し上げたく、お待ち申しておりました。やろって。こんなことだろうと思った。この化け猫、蹴ろ、邪魔するか。ねぎ。せんなことも別ねえ。てめっちに蹴られる、そんべいじゃねえ。やろう。田沼の化け猫め、こっちはちゃんと分かってるんだよ。旅姿などしてご城中ではご家老の処置辛辣を極めて、田沼さんを中心とした陰謀一切がバレました。証拠は何もないではないか。皆慌てると失敗するぞ。龍神が捕まりましたぞ。何、龍神が捕まった。あ、金を渡してください。早く。一刻も猶予がならん。城中から運んだ金はどこにあるんです。どこに隠された。待って、今の声は何も聞こえません。田沼様、また七郎様を返してくださいまし。田沼様、田沼様。どうなされた。危ない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 。
曜日にもらって二月にもなるというに何も出ねえじゃないか。化け物も人殺しも喧嘩もありもしなけら出もしねえや。化け物なんて出るもんか。俺たちは化け物を見るような人間と人間が違うんだな。みんなどうだか三平さんなど恨みの方じゃ罪が深いからね。あらよど、三平さんは私一人でさえ騙せないわねえ。いいじゃねえか。あ、お父さん、お父さん、お父さん、このソータ、この化け物、聞いてけなよ。どうせやい。今時お父さんからかうのかわいそうじゃねえか。今日言った。この中で、今度あんまり騒いだお化けを本当に見た人があるかい。お化けのもた、ここにいるよ。ん？うる。どこに？お父さんと猫だよ。いやね、返事をしたりして。あらまあ、気負わないね。泥がして歩いて。